吉田古墳は、茨城県三戸市元吉田町にある八角墳。別名、吉田一号墳。全国で唯一、石室に千国壁画を有する多角形墳である。1922年、国の史跡に指定された。吉田古墳は、三戸市街地と相対する吉田の大地上に所在する古墳。当初、宝墳か円墳と考えられていたが、2005年、 以降続けられた調査により発覚噴であることが確認された。墳球は近世以降作平され、王子の姿を止めていない。埋葬施設は南に開港する南出業海岸の遺体種で構築した横穴式石室である。石室のうち最も残りの良い原室の規模は奥行き3メートル、幅1.32メートルから1.46メートルを測る。 奥壁には戦国で、かんざし、トース、ホコ等の武具を主体とした壁画が施されている。県内の、こうした、装飾古墳は14箇所18例のみ確認されており、大変貴重な存在である。1914年3月、県立水戸女子師範学校付属小学校の加藤、徳之助氏が、再度のため古墳の一部を取り崩したところ、 石室とそこに描かれた壁画が発見された。壁画は発見当初から注目され、鳥居竜像など著名な考古学者が研究のために訪れている。装飾古墳の研究上、高い学術的価値を有するものである。本古墳の映像年代は主体部の形式や出土遺物から7世紀中ように位置づけられるものと思われる。 ABC 三戸市吉田古墳保存管理計画案吉田古墳 AB 吉田古墳第6次調査現地説明会資料三戸市2009 ABC 吉田古墳三戸市教育委員会編吉田古墳1 2006年ありがとうございます